はい、ガバージェブロカーパー炎上です。じゃあ今度はね、海外の人はこれは本当だなと、日本人は、英国人イギリス人に匹敵する皮肉の達人だったことが判明して、まあ海外の人が驚いてるっていう、なんかそういう話ですかね。だからもうこの時点でちょっとね、もやもやした感じですけども。まあ要は日本人は皮肉が理解できないっていう、もう海外の人たちの主張に物申した、まあそんな映像が、まあこれも動画があるんで、まあ興味ある人は見てみてもいいと思いますけども、まあそんな内容のビデオが、映像が話題になっていましたよと。海外の人たちが口を揃えて、日本人には皮肉が理解できないと言っていることについて、日本人は皮肉を多用するし、理解できていないのは海外の人たちの方だと語っている、そういう内容だそうですね。で、そんな皮肉の達人だった日本人に、海外からは、まあ、驚きの声が多数っていう、そういうことですかね。で、まあ、これ動画の内容なんですけど、ざっくり。どうやら日本人は皮肉が理解できないらしいよと、オンラインの日本語専門家たちが言っていたと。で、本当に言わないのか。調査目的でアニメを見てみた。なんでアニメだったんだろう。現実にも使ってる人はいる。棒読み。と入れて皮肉だと分かるようにしたり、アニメでも、現実でも、皮肉は溢れ返っているのになぜ皮肉が通じないと思われているのか、日本人は皮肉が分からないではなく、英語が十分理解できていないからかもしれない。で、フレンズの、友達のチャンドラーは、皮肉が多すぎて何言ってんのかも分からないことが多かった。日本語力があると思い込んでいる海外の人たちの場合もそうだ。もう一つの理由は、日本語にすると意味が通じないものが多いことかも。英語の皮肉を日本語にして失敗してる人結構いるけど、日本人が皮肉を理解しないせいだと思っていた。本当に頭がいいですね。で、英語話者の方が、皮肉の使用頻度は多いと思われる。僕も日本語だとあまり使わない。日本語だと皮肉はきつくなるからかもしれない。だからアニメやソーシャルメディアでは皮肉が多くなるのかもしれない。ただ個人的な見解だけど、日本人は皮肉を理解できているよ。まあそういう感じなんですよね。で、まあここから海外の反応になりますかね。最初の人が、日本語にはサーカズムちょっとよくわかんないな、を意味する単語があるのに、日本の西洋人 YouTuber は日本語に、はないと言っている。なんだろう、単語があったりなかったりってそういう話かな。皮肉でしょ、なんかちょっと違う気がするんだけど。次の人が、すごくためになるビデオで、意味が分かった気がする、ずっと気になってたからすごく役に立ったよ、ありがとう。で、次の人が、日本に暮らして日本人とアメリカの友人を持つ英国人だけど、アメリカ人より日本人の方が皮肉は分かるよ、そういう意味でアメリカ人の方に合わせないといけなかった。で、次の人が、たまに同じアメリカ人相手でも皮肉が通じないことがあるよ。で、次の人、日本人は礼儀正しすぎて皮肉が言えないんだよ。礼儀正しい。なるほど。で、次の人が、日本にも皮肉はあるよ、アメリカ人や英国人コメディアンレベルの平気化された皮肉ではないだけで。で、次の人が、アメリカ人も英国人もフランス人の皮肉には遠く及ばないよ、次の人が、はいはい、そうですね。で、次の人は、皮肉に棒読みを使うのは興味深い、考えたこともなかったよ。で、次の人、つまり日本人は部分的に皮肉を使うんだね。英語だとついいかなる時も皮肉の可能性を秘めているけど。で、次の人、皮肉は言語や文化で変わる数あるものの人、文化で変わる数あるものの一つだよと。で、見てるようなアニメを見れば、皮肉は珍しくないけどね。で、次の人、皮肉は使ってるけど笑えるやり方じゃないよね。俺のユーモアが違うんだろうけど、日本人は皮肉をユーモアの一種として使っててキレがないんだよね。次の人、問題はアメリカ人が皮肉に頼り切ってることだと思う。コメディとかがそうでしょう。で、次の人、英語でも皮肉は通じないよ。アメリカ人とカナダ人には英国人、オーストラリア人、アイルランド人の皮肉はわかんないし。で、次の人、サイキクスを見てるだけで日本人が皮肉使うこと十分証明してるよ。で、次の人、日本人は受け身に皮肉を多用してるように見える、いいことだけど実際は違いますよってなのだけ。で、次の人が、日本人は西洋の影響で皮肉を覚えたんだと思う。だからアニメは現代のウィーブーに負ける、受けるんだよ。
次の人が、日本語の、これなんて読むのかな、サーカズムであってんのかな、これ。うん、アメリカ語で、これを皮肉とか、皮肉とか、当てこすりとか、嫌味とか、和訳される、そういう単語ですよね。うん。を意味する皮肉は仏教から来たもので西洋ではないよ。で、次の人が、日本語には皮肉そのものになる、wow みたいな言葉はあるんだろうか、なんでなんだろうねみたいな。で、次の人、文字通り最近俺がいるを見始めて、ちょっと待って、日本人が皮肉言いまくってると思ったよ。なんのこっちゃで、次の人が、英会話の日本人の、生徒にエアクオートを説明しようとしたことあるけど惨敗だった。エアクオートと皮肉は全く同じものじゃないし、私の日本語も彼らの英語もいまいちだから。で、次の人が、アニメマンかっこ YouTuber がよく日本語には皮肉がないと言ってるけど、それが皮肉がないと思ってる人がいる理由の一つ。いや、これも全然わかんない。なんか読み取りにくいですね、今回の。で、次の人が、日本で語学の学校に行ったら、5分おきに皮肉を言う先生が3人ぐらいいた。日本人は皮肉がわからないっていう人いると笑ってしまう。変わってるのはダジャレ好きなことで、英語だと恥ずかしい。で、次の人が、これ何？化け物語って何これ？はすごく皮肉的だ。日本のネタを使ってるけど、西洋のユーモアに似ている。で、次の人が、ステンズゲートのマキエ・クリスが皮肉言いまくってるよ。なんだろうこれ、アニメのなんか作品名かなんかかな。で、次の人は、悪いけど日本語の専門家で日本文化を研究人間だから言わせてもらうと、これは間違いだよ。日本人はすごいリスペクトがあってピュアなだけだから、皮肉を使ったり理解することができない。専門家でそういう分析になっちゃうんだね。で、この人は調査目的でアニメを見てるらしいとか、そうそう、カズマは最適なチョイスだね。サーカズムでは、バカにすることが多いというのが重要なんだよ。意地悪に聞こえる場合が多い。まあ、キリがないんで、この辺にしときましょうかね。うん。まあ、簡単じゃないですか。ね、英国人の皮肉は嫌味なだけで、面白くないわけですよね。うん。まあ、皮肉なんてね、そもそもこの表裏の激しいやつがやることも、日本人の感覚的にはなんかそういう風に取られますよね。うん。だから、日本の皮肉と外国のね、この欧米の皮肉って、そもそも違うと思いますよね。だってね、彼らが皮肉だっていうね、サーカズも言ってるなって、我々日本からしたらほとんど文句不平不満に取れますよね。うん。で、結局このなんだろう、こういうね、日本人には皮肉が通用しないとか理解できてないとかっていう、こういう話、まあこれに限らずね、結構あるじゃないですか、そういうの。要は例えば今回のも、自分たちがね、俺たちのジョークはね、ユーモアは面白いね、いや、それは別にいいんですけど、彼らがそう思うのはね。で、それを面白くないと判断する、例えば日本人ね、はおかしいんだっていう、こういうね、要は自分たちの言っていることが、まあ、正しい、絶対正義みたいなね。うん。だから要はその自分たちが言ってるね、このユーモアとか皮肉とか、ジョークとかギャグとか、そういうのが面白いとこう勘違いしちゃってるんですよね。うん、全然面白くもないことを正論でね、面白くないと言われて、なんかこう切れているみたいな、そんな風に見えるんですよ。うん。だから彼らが言う日本人は皮肉を理解できないっていうのは、まさにそれじゃないかなって。うん。あと単純に、下品なんですよね。うん、なんか顔をしかめるようなことって多くないですかね、彼らが言う冗談とか、皮肉とかって。ただ単になんかこうね、なんか暴言吐き散らかしてるみたいな、ね、よくなんかトーク番組なんか見てるとね、うん、普通になんか誹謗中傷のオンパレードにしかね、見えないんですけど、で、それで周りのなんかオーディエンスっていうか視聴者の人もね、なんか腹抱えて笑ってるんで、ああ、そういう人たちなんだって、ね。それで皮肉がわかるわからない言われてもね、いやいや違いますけどって、ね、そうとしか言いようがないんですよね。うん。なんかもう、まあだからといってね、日本の皮肉がね、このね、完全に上品なのかっていうと、それもまた違う気はしますけどもね。うん。だからまあ、日本人は特にそうだな、彼らと違うのは、その空気を読みますよね。うん。だから日本人同士、日本人の間にもこの皮肉理解しない人ってたまにやっぱいますけども、うん、
まあなんか私はね日本のことをね、よく詳しく知ってる日本の専門家だからみたいなコメント笑っちゃいましたけどねその人は京都ね、京都知らないのかみたいなね、うん。だからその英語のこの皮肉って結局我々日本人が聞くと直接悪口言ってるだけに感じるんですよね、うん、なんていうのかな、このひねりがないっていうかね、うん。そもそもこの皮肉ってね、そのニュアンスが重要だと思うんで、だからやたらめったらこのね、外国人同士っていうのかな、海外の人を相手に使うのはなんか違う気がしますよね。伝わらないのもしょうがないだろうと思います。うん。で、日本国民にとってはね、この欧米の人たちのこの皮肉、ね、なんか自分自身のこと除外して言っちゃってるから滑稽に映ったりすることも多いと思うんですよね。うん。で、まあ結局ね、彼らが言いたいのって、だってこの日本人はすごくリスペクトがあってピュアなだけだから。これはもう無意識に日本人バカにしてますよね。うん。だからもう彼らがね、日本人には皮肉がわからないって言ってるのもね、結局ね、いや、あいつら日本人に皮肉なんて理解できるわけがない。要は差別が根底にあるんでしょって。うん。結局そこなんじゃないかなと思いますよね。うん。だからまあどうしてもね、その辺ね、どうなのか確かめたいっていう欧米の人がいるんだったら、京都に行けばいいです。ね。ブブ漬け。京都に行って確かめてきたらいいんじゃないですかね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。